第2回なんと地下芸人祭り、ちゃんと読め。ちゃんと読め。もにょもにょもにょ。はい、昨年に続き2回目の企画です。我々爆笑問題、そして中野くんも芸人としてのスタートはテレビでもラジオではなくライブでしたね。はい、あ、そうですよ。はい、そのライブシーンにはメディアにはほとんど出ることがない地下芸人というのがたくさん存在いたします。ね、いますね。はい、そんな地下芸人を紹介してリスナー投票でカウボーイ一押しの地下芸人を決定する企画です。はい、去年はね、雷、虹の黄昏、はい、チャンス大城が出演しまして、雷がカウボーイ一押し芸人に、うん、地下芸人に決定しました。そっからですか。そっからもう地上に上がっちゃった。上がっちゃって、はい、大メジャーって、なんか同じ事務所なんですけど、サンドさんに憧れてとか言い出して、ずっと長野が世話してたのに、サンドイッチに憧れちゃったの。なんかね、ウェブのインタビューとかでは長野さんって出してくれるんですけど、はいはい、ウェブとかなんか、テレビとかでお笑いのマニアのインタビューとかじゃ、長野さんテレビじゃなんかサンドさんに恩返ししたいとか、わけわかんないけど、全然付き合いなかったんですよ、あいつ。地下メディアでは長野、長野って出し、地上メディアではサンドイッチマンって、なんかずるいやつだよ、本当に。ずるいやつらだ。まあ、地上と地下を縦横無尽に、ね、そうなんです、だから不義理だからね、不義理だ、ね、はい、来年残ってるかわかんないですよ、それだけ悪口言ってんだ、引っ叩いて出たやつですよ、ただ引っ叩いて出たやつ、はい、出たやつ、こっからですよ、上沼にな嫌われてんだ、ね、もう上沼に嫌われたらこの業界生きていけない。嫌われるか好かれるかどうか、春田真由美子関係ない、関係ありますよ、バトマンのジョーカーのモデルだぞ、そうなんですか、そうだよ、あの人になろうとしてヒースレジャーもそうそう亡くなったんですよ、はい、もういいから早く行きますよ、はい、この人、はい、上沼さんが出るんですか、一人目はこの人推薦の地下芸人、どこが地下なんだって、どこが地下なんだ、関西は地下なのか、はい、今回は先輩芸人の推薦があるということですね。はい、はい、どうぞ。大丈夫、太田さん、田中さん、長野さん、ラジオお聞きの皆さん、こんばんは、エレクトリックやつ一郎です。はい、僕が推薦する地下芸人は町浦ピンクでございます。我々の事務所、すみません、我々のサークル、ティンクルコーポレーションサークルなのかですね、若手でございまして、もともとはですね、悪役紹介にいたというぐらい、見かけがまあほとんど危ない感じなんですけど、彼の推薦ポイントはですね、なんといってもピン芸人で、珍しいですよね、最近は漫談を得意としている芸人で、しかもですね、その漫談がですね、全て嘘の話で、さも本当のような感じで喋るんで、これ本当なのかなと思いながら聞いてると、まあ、全部嘘だっていうのが後でだんだん分かってきて、なんとなくこう引き込まれていって、気づいたら笑ってるというような感じでですね、私、大推薦させていただいております。我々もエレコミックラーメンズよりも下がですね、誰も出てこないという状況でございまして、マネージャーもですね、お金を盗んでいなくなったりですね、黒板にですね、ありもしない会社を書いて、さもそこに売り込みに行ってるっていうふうに書いて、いなくなったりですね、本当に不運続きの事務所になっていますので、ぜひお三人地下から引き上げていただきたい、はい、お願いいたします。はい、ということでエレコミックのやつい君がね、推薦事務所の後輩、記憶出ちゃって誰なの、ね、そうですよね、町浦ピンク、国民的役者になっちゃう、すごい、うん、ただその後が育ってないというピンクルコーポレーション、ああ、だからそれはラーメンズ の小林が気取ってるから、ね、関係ねえ、ね、かっこいいですけどね、シュッとして、ね、関係ないねでは行きましょうか、かっこいいですよ、フォローもエレコミック安井一郎推薦、業界注目の地下漫談家でございます、ピンクルコーポレーション所属の町浦ピンク、どうぞ、楽しみ、初めて見る、どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。悪そうだ。よろしくお願いします。お願いします。町浦。でっかい。ありがとうございます。町浦ピンクと申します。よろしくお願いします。ちょっとこの間ですね、ちょっと先月、ちょっとSNS の方ちょっとこうぼーっと見てまして、で朝岡幸治さんって、まあ、ご存知だと思うんですけども、82歳で今いらっしゃって、もう本当に大女優なんですけれども、先月に、朝岡幸治さんが、単独ライブをやられるということで、ライブなんです、ね、第8回朝岡幸治独演会。で、タイトルが全部カタカナ表記で、素晴らしき音色っていう。
絶対やっぱりね、行きたいなって思っても先月行ってきまして、はい、で、前売り2200円。安いよね。でね、育児さんやから結構大きなね、あの会場でやるんかなと思ったら、そこはね、あの、新宿風っていう、ね、90人も入れば、はい、満帆のとこでやってらっしゃったもんで、まあ、当日行ってね、僕5分ぐらい、開演前の5分ね、前にこう行って、ほな、ちょっとだけ空席あったんですかね。で、空席あるんや、思って、キャンセル出たんかなんかわからないですけど、で、まあ、始まって、こう、ドキドキなわけです。で、始まったらね、最前列に座ってるなんか女性のお客さんが、ちょっとこれ私の横の女性の、この方、気を失っちゃってるみたいなんですけどっていうね。で、スタッフが3人ぐらいバーッとこう来たらですね。で、その気を失ってた人が、ああ、気を失ってたんじゃないわよ。私このライブを見るのがもう昨日からもう楽しみすぎてね、もう昨日寝れなかったから、今ちょっと寝落ちしちゃってただけよって言って、その人がパッと振り返ったら、ゆきじさんご本人だったんですよ。ね、客席、うわー湧きました。そら嬉しいですよね。で、ゆきじさんがこう、壇上にゆっくりこう、上がっていかはって、薄紫色のちょっとなんかね、ワンピースみたいな、で、ホーマンでいらっしゃるからようにやってるんですね。で、センターマイクが一つ立ってるんですけど、そっから15分ぐらいの漫談を。漫談はい、やってました。なんか人、ここで見たおっさんはこんなんやったとか、エピソード漫談を、やってて、結構滑ってましたけど、ね。でですね、もうそっからもいろんなもん見せてもらった、ゆきじさんがこう動物園に行っては、こう、あの動物は好き、この動物は嫌いって言っていくだけの映像とか、はい、あとフリップネタとかいろいろ見せてもらったんですけど、ほんででも突筆すべきは本当最後の演目でして、もうこれ見れただけでも僕本当にね、もう刺激バチバチに受けて、本当に良かったと思ったんです。暗転の中で、赤いスポットライトだけが舞台を照らしてまして、その中でゆきじさんがですね、上下迷彩の軍服を着て、マシンガンを持ってこうやって立ってるんですよ。ほんで、あーっていう空襲サイレンが大きい音で鳴り響く。この空襲サイレンをかき消すぐらいの大きい声でゆきじさんが、世の中にある全ての演芸場をぶっ壊せって言うんですよ。って言ったら、袖から戦車がバーッと出てくるんですけど、その戦車にね、いっぱいの写真がね、貼られてるんです。それをよく見たら、さんまさん、たけしさん、タモリさんなんかのこのテレビで活躍してる芸人さんから、男子さんとか、米朝さん、しじゃくさんとか、大丸ラケットさんとか、いとしこいさんとかのその昭和の演芸場を支えた、舞台芸人までのいろんな芸人の写真、もちろん爆笑問題さんもありましたし、それをベタベタベタとこの戦車にこのボディが隠れるぐらいに貼ってやって、その戦車がわーっと出てきて、いとも簡単にゆきじさんを引き殺すんですよ。殺しちゃダメだよ。聞かれた時にゆきじさんが一言、数々の笑いの先駆者たちが私一人を殺すためだけにそんな頑張りなはんだーっていう、その瞬間大きな笑いがダッと起こりまして、本当にもう笑う、もうスタンディングオベーション、もう本当に鳥肌が立って、本当に行ってよかったと思ったんですけど、ゆきじさん近々追い越しますよ。どうもありがとうございました。これは新しい。はい、松村拓哉さんでした。はい、じゃあ、出発ください。失礼します。なんか芸名とは裏腹の。すごい。下ネタとかだな。いやー、面白いね。すごい。失礼します。不思議な世界。芸歴何年？僕はデビューで11年目とかで、14年目ぐらいです。初舞台からは。初舞台からは、はい。今いくつなの？今32です。32？ 若っ。32か。悪役紹介ではなくて、ちょっと間違ってて、はい、悪役紹介は募集してなくて、はい、だからここ5年ぐらいでできた、うん、そういうなんとか組っていう、ちょっと名前言えないんですけど、はい、なんかそのそういう事務所をもじったような。山口組とか。いや違う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 。それ違う。それ違います。違います。人気団体とかで。違います。違います。あ、こちらさん喜んでます。なんか喜んでました今。家って言われてる。もっと尖れって。家って言われてる。なんてで、それなんかそういう、はい、そこ、その悪役俳優のところが募集してて、ちょっと、最初、上京してきたのが6年前なんですよ、大阪から。あ、うん、大阪いたんだ、もう。大阪いまして。で、最初ずっとタイタンさんに、はい、1年間ずっと、ネタ見せオーディション。ネタ見せ？もらえ、じゃあ、秋葉とか、してんの？あら、高橋さんとか、高橋さん野口か。そうですね、野口が落としたんだ、じゃあ。うわ
いやでもね、僕も僕の実力不足もあるんですけど、いやいや今や、ね、それを見逃しちゃダメだよ。ねえ、そうですね。マネージャーの中西さん。あ、中西中西が。だからマネージャーにネタ見せさせるなって言ったろうよ。わかんねえんだからさ。ね、嫌な時代になってきましたね。一回もちょっと、ね、6回ぐらい2ヶ月に1回のオーディション受けたんですけど、一回もライブすらに出れなくて。それは惜しいことして。そうなんですよ。ね、でそっからちょっとこうどうしようかなってなって、いろいろ事務所受けたんですけど、全然入れなくて。入れないの他も。そうなんです。で本当に目立ったちょっと感じで出たいなと思って、うん、ちょっとこの見た目生かして悪役俳優どうかなって言って、そこに行き着いて、じゃあ今みたいなネタっていうのは割と最近考えてたんだ。あ、いや、ずっとやってたんですけど、はい、なんか出し方が下手くそやったんだと。出し方が下手くそ、なんかその技術とかもなかったのかな。いや、技術は今なかったよ、別に。ねえ、なんか多分あるように言われてるよ。付き合わんじゃないよ、すまなんだよ、いいじゃないですか、地下芸人だっていうね。上から見せんだから笑ってるじゃん、こっちもね。まっとうに評価してる。バカにして笑ってるだけ。バカにして笑ってるだけだよね。まっとうな段階だったらしょうがないよ。6年前よりはってことですよ。6年前よりはっていう。バカみたいになってたんだよ、それ。地下芸人で。他何やな、朝岡義人ネタと他には。朝岡義人ネタとか、あと、そうですね、渡辺謙になれる方法が見つかったとか。あー、それも聞いてみたいね。とか、まあ、サザエさんで、こんなキャラクターいますって、で全部嘘ついたりとか。いや、これは面白い。今まで誰もやってないもんね。やってないし、ちょっと本当に大化けするかもしれないね。え、ね、ありますよね。あの発想はないよな。だってタンクで。いや、そうです。で、その昭和からの芸人の写真が、ブワーって貼ってあって、それに浅岡幸二が軍服着て引き殺されてる。その情景なんだよ。これ、ただ、やっぱ。はい。若い女の子は受けないのかな、どうなんだ。 やっぱ地下芸人ですよね。その辺は。でも男だね。そうね。これ、とにかく人気がないですね。人気がない。まず、ビジュアル的にはワーキャーはつかないタイプだからね。怖いしね。めっちゃ受けたりして、もう正直一番受けたと思うと、本当に女の子とかが。帰りに来たりして。来ないですね。確かにな。でも友近とかは絶対好きだと思うよ、これ。いや、だからこれはもうちょっと知れてくれば、変わってくんだよ。女の子って大体女のファンって面白さとか分かんないから、分かんないですよ。みんなが受けてる人にだんだん可愛いとか言うようになってくるわね。貫いた方がいいですよね。貫いた方がいい。そうですか。変に迎合せず。じゃあちょっと質問もいきますか。ありがとうございます。質問来てる。ミミズグチュグチュから。地下芸人はなんちゅう名前。どんなバイトをしてる人が多いですかって。今なんかバイトしてる。バイト、まあ普通なんですけど、深夜のコンビニで。普通だよ。普通すぎるよ。すいません。いやいやいや、いいでしょ、それは。いやいや、普通すぎるでしょ、この見た目で。普通すぎるよ、深夜のコンビニで。コンビニ強盗と間違えられちゃう。そうやられへんわ、おい。誰がコンビニ強盗やん。いや確かに強盗じゃないもん。強盗な、違法風俗の店長みたいな。風俗店とかね。何なんだろうね。ツッコミいいですね。何なんだろう。ツッコミいいですね。急に急に思い出したよ。思い出したよ。オーソドックスなツッコミ。首をカッてやってる。後ろの首の部分が余りすぎてんだよ。いやいや、いいじゃないですか、これ。あとさ、あとさ、それもそうだけど、着ぐるみかお前は。あれが着ぐるみ。耳にも程がある。耳にも程がある。程がある。すごい。多分人類史上最高ぐらいの。そんなことないでしょ。誰を見てきたんですか今まで。すごい仏像みたいな。今までどういう人生歩んできたの。いや、どういう人生って。普通に高校行って。そうです、そうです。大学行って。大学も行ってんだ。そうです。あ、そう。出て経営学学んで。経営。なんで芸人になるの。そう、そこ知りたい。芸人やる、もともと誘われたんですよね。ラッパーの友達がいまして。ラッパーの友達って実は俺。ラッパー？こう、シングルラッパーで。ラッパーの友達。ラッパーのマーク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 。お腹痛いぞ。うるせえよ。ストレスでお腹張ってんすよ。
芸能界嘘ばっ芸能界嘘ばっかりだから。サイド借りないですよ。いやいやいや、まあそうです。芸能界嘘ばっかりなんで。嘘ばっかり。嘘ばっかり。はい。あの、ラッパーの友達がいて、その高校時代に。俺本当はお笑いやりてんだっつって誘われて、で、僕は本気になってっていう、本当普通なんですけど。じゃコンビだったんだ、最初。コンビでした、最初は。はぁ。そうなんですよ。ただちょっとなんかラッパーなんで。なんかちょっといろいろ。ラッパーじゃなぁ。さあ、ということで、ここでリスナーの皆さんには、全組のネタを聞いた後に面白いと思った一組に投票してもらいますので、覚えておいてください。はい、下げにエントリーナンバー1番、町浦ピンクでした。ありがとうございました。強烈なインパクトを。ありがとうございました。ありがとうございました。爆笑問題カーボーイ。さあ、生放送でお送りしておりますが、爆笑問題カーボーイ、今日は、ピン芸人の長野君を迎えて、夏の近くに戸塚ひろし、僕似てる、似てますね。では続いて2人目、この人の推薦の近く芸人です。どうぞ。どうもこんばんは、サンドウィッチマンの伊達です。富澤です。我々が推薦する近く芸人は、あー白木でございます。もうはっきり言って推薦してないんですけどもね。ね、まあ、もう40歳になるわけですよ、はい。まあ、こんな芸人でね、もういつもやめろって言ってるんですけど、ね、僕らはね、本当にもういい加減やめても、結婚もしてるんでね、旦那のためにも、もうやめたらいいんじゃないかっていうのを、15年ぐらい前から言ってるんですけども、なかなかやめないんですよね。うん、まあでも、爆笑さんに今日、引導を渡してもらいたいなと思います、ね。はい、いや、だから太田さんとか、多分嫌いなタイプだと思うんですよ。これだから今日がね、もしかしたら露出するの最後なんじゃないかなっていうね、貴重な最後を遂げてもらうわけですけどね。はい、なんでおすすめポイントなんかありません。すいません、言わないでよ。はい、ということで太田さん、田中さん、うちのあー白木、ケチョンケチョンにしてください。お願いします。頑張れ。もうなんだよ、全然推薦してねえじゃねえか、サンドウィッチマン。え、これだから何、あの後輩ってこと？そうです、長野の事務所の、ね、ソニーに行った時期が結構あったんで、結構これね、リアル言うとハリウッドザコシショウの、あの門下生、あー、はい、あの匂いですよね。門下生みたいな。本当にハリウッドザコシショウ軍団でございます。では行きましょう、サンドウィッチマン推薦、不惑の女ピン芸人、頑張れよ、グレープカンパニー所属、あー白木です。どうぞ。おあ、来ました、あー来ました、あ、来た、マスター、コーヒーごちそうさま。おいくら？500円。ごめんなさい、お先にお手洗いをお借りしていいかしら。あ、ちょっと、ガチャ。いや、どうしよう、お財布忘れちゃった。もうどうしよう。大丈夫だから泣かないの。誰？誰かいるの？私よ。どこにいんのよ。下を見てみて。下？あ、そう、私よ、私。やだ、下の口が喋った。なんで？ダメダメ。あんたが困ってるからでしょうよ。え？私はあんたのスーパーマンだよ。スーパーマン？ま、でもここで言うマンの意味は男じゃなくって、ま、言わせないわよ。うん、せっかく助けに来たっていうのに。あんたさ、お金がないんでしょ？なんでそれを知ってんの？でもあんたには何もできないでしょ？私が何もできないですって？そうよ。異常な状況だよ。バッジョー。ちょっと英語で茶化さないでよ。とりあえず、そのまま立って、ジャンプしてみて。そのまま立って、ジャンプ？あ！ 500 円！え？なんで？え？なんでよ。酔っ払って。貯金箱と間違えて入れたじゃない。やだ、私酒癖悪すぎる。もうこれ使ってよ。え、いいの？何ぶえよ、もう。でも助かったわ、ありがとう。あ、助かっちゃった。あ、マスター、500円。え、税込みで540円。ごめんなさい、ちょっとジャンプするから。出てきた。あれ、あ、小銭が止まらない。どうもありが
がとうございました。どうもありがとうございます。お礼言われる、お礼言われる筋合いないですよね。どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。やっぱこれは地下芸人だし、ザコ師匠ね、もう地下に潜っててほしいな。なんでですか、思ってくださいよ。なんでですか、いきなり下の口ってなんだよ。急に芝居入りやがって。あのね、ラジオでもアウトぐらい。本当ですか。よくやったよ。よくやったね。すごい。そういうことは実体験今日のは。今日実体験してて、ね、一人遊びしててね。なんかね、声を入れる。ね、じゃあ、たまに取れなくなって困ったりして。困ってる。違います。遊びすぎたね。一人で、はい。ファンタジーなんですよ。ファンタジーだね。はい、確かにね。どうやって何あの他もこういう一人芝居みたいなコントもやるわけでしょ。ああ、そうですね。コントもやりますし、うん、最近やってるのは、うん、あのふんどしに、うん、あの貝殻胸につけて、うん、あのもうおったかっかな女かなっていうあの祭り林に乗せてあのどまあ男分かるの当然みたいなんですよ。そうあのほらあるでしょ、あるでしょ、あのほら例のね男が女かなあるでしょ、はい、みたいなトーンだけど、はい、何言ってか全然分かんない。全然分かんないですか。いや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 でもいや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 こっちがおかしいみたいなテンションだけど。そっちがおかしい。でも下のネタですけどね。ネタはもうアウトだもん。ですよね。本当ですか。いや面白かったけどね。面白いですね。チャリナリーどうやって発想したのあれは。いやでもあの喋りそうだねって言われたんですよ。あの他の芸人から。他の男芸人から。あの口が。どうやって。そんなことなんで思うのその人が。見たわけ。見たわけじゃないんですけど、見られたわけじゃないんですけど、あのそういうネタやってそうだなみたいな感じのこと。言われたんです。意味わかんない。そいつなんかあの錦鯉の渡辺さんっているんで、渡辺隆さんがいるんですけど、その方が、はい、あの私アドバイスしてくださって。アドバイスしてくださって。下の口で会話をされる人間違ってる。はあ。え、何？じゃあ、はい、さっきサンドイッチマン言ってたけど、はい、もう。はい、やめろやめろって言われてるの、サンドイッチマン。いやいや、なんで言ってるのか全然わからないですけど、やらせてくださいってずっと言ってるんですけど。こいつも汚い女なんですよ。やめてくれって、何なんですか。だから爆笑さんのラジオだから、サンドイッチマン推薦みたいな。ほんとはザコ師匠。あ、ほんとはザコ師匠出てんのに、多分恥ずかしくて。違う、利用して。ちょっと待ってください。ほんと、雷と一緒ですよ。違います。で、俺も結構アドバイスしたりしてんのに、なかったことない。ちょっと待ってください。いいように使われて。長野はどう、先輩としていろいろ。ほんとに、長野さんは、はい、すっごいすば、うん、あの優しくて、あのめっちゃ大好きなんですよ。で、あの本当に昔から、そうそう、あの単独ライブとかも見に行かせてもらってて、うん、長野推薦、そう、推薦って言えばいいのに、サンドイッチマンっていう看板、でかい看板で。ちょっと待ってください。私、長野さんに推薦押してほしかったですよ。私本当に推薦じゃないじゃないですか、あのワードも。サンドイッチマンね、やめた方がいいって。長野さんにもお世話になってるの。はい、あのハリウッドザコ師匠さんにもすごいお世話になって、うん、どういう世話をするの、ザコ師匠。ね、あの一緒にあのライブとかね、ライブとかもそうですし、うん、あのハリウッド寄せとかいうライブなんですけど、ハリウッド寄せ、ハリウッドザコ師匠さんが誤解されるわ。ハリウッド寄せ、はい、それにもすごいね、はい、真逆ですもんね。ハリウッド寄せとハリウッド寄せ、中野ブロードウェイみたいなもん、ね、すごいよ。トム・クルーズとかみんな出てくる。ハリウッド寄せすごいよね、ハリウッド寄せ。はい、でも、はい、そういうの。で、これが一押しのネタだったの。はい、一押しのネタかなと思いまして、うん、はい、これがいいんじゃないかって、まあ、確かに良かったでしょ。インパクトありました。最近何、顔面モノマネっていうのを。ああ、そうです。あのですね、私、あの顔面モノマネっていうのをツイッターでやってたんですけど、うん、ツイッターでやってた。ツイッターでその画像をね、はい、画像を上げて、雑誌みたいなもの、いろんなモノマネをしてたんですけれども、元祖雑誌、元祖雑誌じゃない。違います。違う。はい、ザワチンさんが元祖。ああ、ザワチンが元祖。はい、でそれでですね、元祖はあれだろ、いた子だろ。そうですよ、いた子、そうですよね。元祖たどって誰か分かってる。いや、分かんないですよ。ザワチンがマネして。いたのともみね。わかります。そうそう。なんか、よく分かって。いや、最初分かりましたって言ってか分かってなかった。分かってない。いた瞬間がすげえ考えて。だから僕、頭すげえ。早押し得意だろ。ああ、得意です、僕。アドリブのしすぎで頭が良くなったんですよ。そういうことです。
適当に人と会話したおかげで。僕25歳みたいな回転の肌にしたどんどん頭良くなって売れて、はい。それでですね。それですね、それですね、私。早く終われみたいな。違います、違います。あの、うん、本当に、うん、あの、ツイッターで流れるだけなので、誰も見てくれてないので、うん、あの、カードを作っちゃえと思って、はい、カードを作ったんですけど、はい、よかったら、あの、引いてもらいたいなと思いまして。今ね、なんかもう、いっぱいカードがあるんですよ。何枚ぐらいあるの、これ。これ60枚カードが全部封筒に入ってる。封筒に入って、中身が見えないようにしてあるんですけど、はい、はい、長野さんも、はい、ぜひ引いてください。いろいろちょっと、はい、モノマネやってるんですけど、あーしらき顔モノマネカードっていうのを作ってるんですけど、あーしらき顔モノマネカード、はい、何これ。いろんなキャラクターをこれは北斗の拳に出てくるハート様っていうモノマネをしてるんですけれどもこれはサナエさんの玉ですか。あ、そうですね、あ、正解です、はい、いすごい、ええ、猫好きなのでよかったです。ちょうど猫好きよかったけど、呪いのカードじゃん、ええ、やめてくださいよ。あ、ジョジョの、あ、ジョジョ、ジョジョに出てくる、はい、うん、いや、すいません、全然似てない、全然伝わってないですね。顔までっていうか、ただ絵に、顔に絵を描いたみたいなんでしょ、うん、いやいやいや、顔ものまねです。ものまねじゃない。でもこれ相当太って、あれしてるから。ねえ、どう表現する、はい、これはハリウッド雑魚師匠でしょ、これ。いや、違います、違います。本当に。カードね。顔ものまねしてるんです。あ、ちょっと見せて。あ、他、全然。このカードどうしてんの。いや、これをですね、あまりにもお客さんが、うん、チケットの取り置きがないので、うん、なんとかしてチケット取り置きを増やそうとして、一回引けるっていう感じにしてるんです。チケット予約してくれた方が。プレゼント。してるんですけど、それで売れるようになったわけ。あんまりなんあんまり変わんない。あんまりなんだ。なんか本当に女芸人の、うん、おじさんのファンとかたくさん多いじゃないですか、はい、最近とか。そうだよ。何引きました？何引いたの？お父さん何引いたんですか？これお父さん笑ってるね。これ欲しい。欲しい。お、多いじゃん、いいじゃん。よかった。お父さん何引いたんですか？見して。猫娘。ああ、よかった。よかったです。タトゥー持ってるみたいな。笑ってくれるものがあって。あ、面白いですね。面白い、ね、面白い。今の当たりだね、これ。当たりだ。なんか当たり外れ。そう、そうですね。超大変だろ、これ。まあまあ大変ですね。相当時間かけて一人でやってるの。一人でやってますわけでしょ。はい、そうです。これ横浜タイヤのキャラクターの。あれ見たことある。ついて面白いね。面白いじゃないですか。本当ですか。面白い。横浜タイヤ。よかった。これ最初の弱かったんですよね。最初の非常に弱かった。玉ひどかった。玉ひどいです。玉ひどいんだよ。よかったです。笑ってもらえて本当に。これすごいな。はい、相当手間かかってるな、はい、そのためにもちょっと作ってるんですけど、あ、じゃあこれレアだね、はい、今のネタはさ、はい、テレビでは OK なの。テレビ実は出させてもらったんですよ。あのネタやったの。はい、有田ジェネレーションさん。有田ジェネレーションね。はい、でネタやらせてもらって、 あと本能寺さんでもやらせてもらって。本当に、はい、本能寺で、はい、やらせてもらいました。本能寺っていう番組です。途中で燃やされて、燃やされて。本能寺の変じゃないよ。違います、違います。燃えちまえよ。燃えちまえじゃないでしょよ。なんすここまでですね、近げるってみんなのツッコミが普通なんですよね。やめてオーソドックス。勉強してないから。やめてください。やめてください。横山弁護士。懐かしい。やめてください。あ、違いました。地下芸人エントリーエントリーナンバー2番ディレクターの、あー、しらきでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう喋りたい話あった。さあ、生放送でお送りします、はい、爆笑問題カーボーイ、うん、今日はゲストのピン芸人長野くんを迎えて、はい、夏の地下芸人祭りをお送りしております。すごいわ、レベルが面白いね、2人とも今年すごいですね。はい、では続いて最後になりますね。来ました。3人目はこの人が推薦の地下芸人です。誰だ。皆さんこんばんは、 RCC のアナウンサー天才横山雄二でございます。横山、チャンス大城のことを紹介してくれと頼まれましたけども、チャンス大城と付き合いがあるということがバレていることが恥ずかしいです。で、大城ですけど、テレビに呼ばれないカープ芸人特集っていうのに必ずタイガースファンなのにやってきます。タイガースファン。うわ、ファンでもないのにカープの帽子をかぶったら出られるっていう気持ちでフラッとやってきて出て帰るんですけど、ポケットから
これは衣笠の髪の毛なんですって嘘をついて誰のかわからない髪の毛を封筒に入れて持ってきたりとかするすごい汚い手口で笑いを取ろうとするのがチャンス大城です。僕は思いますけど大城は地下にいるべきだと思います。これを最後の付き合いとさせてください。なのでそんなチャンス大城を推薦私がいたします。はい、でもなんと RCC の天才横山雄二さん推薦でございますね。チャンス大城前回も出たね2回連続で、ね、みんなやっぱ地下いるべきだった意見多いね。まあでもじゃあとりあえずじゃあ去年のリベンジということでやってきたということで、去年はいいとこまで行ったからね。力みすぎて、力みすぎてでラジオ向きじゃなかったね。もしかしたら YouTuber みたいな今回はラジオに向いた感じのネタで来るかもしれない。来ますか。はい、はい、RCC アナウンサー天才横山雄二推薦キングオブ地下芸人事務所無所属さすがチャンス大城です。どうぞ。無所属たらい回しにされてあるさあ、あったあーやりました。そうだ、何持ってきてんだよ。気持ち悪い。いやいや、あ、伊勢海老のおもちゃ、あ、それ不審者としか見えないよ。あ、あのどうもチャンス大城と申しましてよろしくお願いします。はい、お願いします。もうね、あの聞いてる方あの誰かわかんないと思うんでね、簡単に自己紹介しますと、はい、アマチュアのホームレスですね。はい、すいません。もう はい、もう芸歴が27年で。長いな。はい。長いな。はい。先日すごい夢を見ましてね。はい。どんな夢かというとね、国の新しい法律で、芸歴25年以上で売れてないやつは射殺されるっていう夢ありました。はい。コラーゲン配合マンさんと一緒に殺されましたね。はい。はい。コラーゲン配合マンさん、機動隊に撃たれる前、俺は鍋プロの2年目やっていう嘘を下げてました。卑怯だ。はい。卑怯者だ、鍋プロのフリッシュ。で、ここでちょっと顔芸をやらせていただきますね。はい。ラジオだ。ラジオ。はい、はい。音も出しますんで。はい。はい。入り表山猫の顔をしながら、ビッグスクーターの警報器の音。はい。入り表山猫の顔をしながら、ビッグスクーターを盗もうとした時になる警報器の音を出します、口で。はい。いきますね。はい、ありがとうございます。いよいよ、最後、背中で、去年のリベンジを、はい、はい、新しいの持ってきましたんで、はい、新しいの持ってきた。はい、背中でいろんな音出しますね。はい、はい、はい、はい。はい、今、テーブルの上に、テーブル、はい、はい、はい。パンツ、半球中にして、はい。手のひらでカンペ見ました。ちょっと待ってください。覚えてなかったですね。いや、ちょっと、はい、焼きそばの、カップ焼きそばの熱湯を、はい、流しに流した時の、はい、ボンっていう。やります、ね。これ分かりやすい。あの図出せんの？はい、出しますね。はい、いや、ボン。いや、ボン。全部、ボン。続きまして、豚の鳴く音、声。最右のね、左とんぺいさんとか。泣いてんじゃん。もう泣いてるよ、豚。はい。豚のお腹。はい。ブー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 口で言ってんじゃん。ブー。次はちょっと、次ゲームの。これ、左とんぺい、そんな音出すんじゃないよ。テレビゲームの、テレビゲームのパックマンがモンスターを食いまくる時の音。はい。はい。一緒じゃん。一緒だよ。左とんぺいと一緒じゃん。怖っ。何つってんだよ。次からも正当派なんだよ。手の音じゃなくて。いいように言ってるだけだ。大きな鉄の扉が開くことをやる。急にアバウトに。はい。いきます。はい。おならだよ、それ。で、これ次、最後、これラスト、去年ですね、セスナ機が着陸するときの音。できなかった。はい、これ、もう僕練習し倒したんで。おーい。はい、いきますね。今日はもうこのために練習。
記事出すなっつって。ちょっとですよ、ちょっと。ちょっとこう。すいません、ちょっと待ってください。ちょっと手をするなっつって。ちょっと。いいじゃねえか。すいません、ちょっと右から抜けました。ちょっと待って。あ、すいません、こっちだ。やめてください、すいません。すいません。バカにしてんのこっち。いや、違うんですよ。旦那、ちょっと待ってください。2時半に。もう、これ、そうだ、そう。これ、もう時間ないんでね。ね、言ってますけどね。行きます。あ、そっちだ。どうも、ありがとうございました。どうなれば正解なんだよ。正解がわかんない。どうなれば正解。ちょっと、一回もできたことはねえじゃねえか。いや、ちょっと、いや、もうずっとこう、ブルペンで温めてたんですよ、もうずっと。ブルペンではできてたの？はい、完璧。はい、ちょっと自分ちのね、フローリングだったら完璧でしたね。自分ちのフローリング。はい、はい。俺ら見に行けつの。はい。あ、よろしくお願いします。ね、去年もね、はい、出てくれて。はい、はい、ねえ。もうありがとうございます、もう。去年は、あれどうだった？去年出て。あの後反響あった？いやいや、もう、地下芸人。いや、ほんで、アンケートに、うん、お前は、爆笑問題さんの、地下芸人って言うけど、うん、地下芸人じゃないって書かれまして。え？どういうこと？お前はもっと埋もれてる。地下よりも。地下よりも。お前はマントル芸人だって書かれました。マントル芸人。マントルね。はい、そうなんですよ。ねえ、ちょっと待って、ちゃんとね、はっきり、はっきり喋ります。去年も出てもらったんですけど、はい、とにかく吉本に最初いて、はい、その後大川工業に行って、はい、そこからまた追い出されて、今フリーという。あ、そうなんです。ずっともう、いやもう、一人で、この間も警察の職質を受けましてね。うん。はい。それは受けるわな。あ、そうです。ほんで、僕、普段ね、1メートル40ぐらいのバービー人形とネタやったりしてるんですけど本当にやってるんですよ、はい、バービー人形そんなの、はいはい、でっかいやつね職質されて、うん、そのカバン開けてくれ言われて、うん、これ出てきたから人形が、うん、これちょっと交番来てくれ言って、うん、これ僕芸人でコントしてこれを人形やってんだと、うん、事務所どこや言うて、うん、いや入ってないですって、うんうん警官に勝手にやってんのか言われて。うん、勝手に。まあね、うん、まあ、貴様は。ほら、パソコンがありまして、うん、パソコンでチャンスをしろって検索してくれって。そうそう、わかる。はい。ほら、警官がカチャカチャってやったんですね。うん、ほんで、一番上に、チャンスをしろって検索した一番上に、カルト芸人って出てきまして。ああ。もうびっくりしましてね。いやよかった。よかった。跳ねてね、ああ、ちゃんと、芸人さんなんだって分かってくれたってことね。はい、警察さん納得してくれた。あ、納得してくれまして、もう、ほんまにもう、はい、まあ、頑張れよ、言うて。頑張れよ、って。はい、はい。さ、来るときでっかいエビ。あれなんですか、チャンスさん。なんかいたでしょ。母親が、実家から、うん、なんか コントでも使えやって送ってきてくれまして なんなのそれあなんかおもちゃ、ね、おもちゃのなんかでっかいなんかロブスターみたいなの持ってきた尼崎なんです尼崎、うん、だからエビが取れるわいや、エビ全く取れないですね。ちょっとこう、なんかインパクトあるかなと思ってね、最初あ。なんか使うのかなと思ったけど。置いてますもんね。はい、ちょっと。何の意味もチャスだって今の飛行機の、その、うん、だそうですね、音のネタ中学校でも。やったんですね。あ、そうなんです。なんでできないの？中学校とかでやってるんですよ。千葉県の中学校でやって、うん、全校生徒の前で、うん、体育館で。やった。ほんなら PTA の会長さんが、うん、来年からあいつを呼ぶなって言われました。まあまあまあね。はい。それはね。はい。中学校向けではないかもしれない。いやどこにも向いてはないね。これが向いてるっていう。いやでも成功したらわかんない。俺ら成功の音を聞いてないんだもんだって。まあね、確かにそうですね。ね成功の時とかも。こんだけ成功しない。なんでそんな失敗するのよ。いやちょっとこれもうめちゃめちゃ練習したんですけどね。うん。だって去年からやってんだろだって。去年からもういやちょっとね痛いもんねこの何ですかねこの。うんこれ、僕ん家来てほしいんですね。いかねえ。いかねえ。では、僕質問を。毎日からその板を持ってこいじゃないですか。すいません。質問いきます。はい、はい。タイタン地下芸人ネーム、松尾アトム前ハウス。おお、松尾松尾が聞いてるらしいです。松尾、アングラの裏切り者。アングラ芸人に嫌われてるらしいですよ。あ、そうか、はい。最近調子に乗ってる。なんか売れてきて。僕もそうなんです。僕もそうなんですか。あ、そうなんです。なるほど。もうどっか行ってもうたわ、もう。奈良野さんももう。
長野さんもどっか行ってもうて、もう。ここにいるじゃん。爆笑問題先輩、本日もラジオご苦労様です。はい、チャンスさんに質問です。質問です。六甲山でヤンキーに縛られたって噂は本当ですか？ああ、懐かしいですね。懐かしい。はい、それ。あ、高校の時にですね、うんうん、定時制高校行ってまして、うんうん、これ、ね、もう和田ってやつと、150センチぐらいの身長が。うんうん、和田って、はい、同級生で。あ、同級生みたいな。はい、うん。それにすごいいじめられてたんですね。その一緒に和田と僕が。ああ、二人がいじめられたから。ヤンキーの6人組に。うん、はい。はい、でも、学校行ってもね、うん、あのもうつまんないからな、もう殴られたり、うん、万引きして、万引きしてこいと、で学校行ったのかも、はい、それで、いや、もうちょっといっぱい失敗し、ね、失敗して、失敗したの、はい、はい、万引きもやってます、あの、いや、あんまね、あんまやめてくれますわ、ね、放送はね、はい、はい、はい、ほんで、したんだろ、万引き、いや、万引きね、取り調べ、取り調べ、やめなさいよ、MC ハマーみたいなズボン履いてね。エレキギターを、エレキギター、何も入るぞ、なんてエレキギターすげえな、はい、あとなんかこう見本見したろ言うて、うんうん、あのお前らの万引き甘すぎるっつってね、あの診断中毒の田中君っていうね、もうね、こいつらに万引きの見本見したってくらい言うんですよ、これどっか行ったんですよ、でヤンキーのたんばり場で僕正座させられてて、これ2時間後にホワーンってなるんですよ、ポワーンって外から、うん、ほんだら番長が、うん、あ、田中やりよったなって言ったんですよ、ほんで窓開けたんですよ、うん、ほんだらあのシンナー中毒の田中君、うん、霊柩車盗んできたんですよ、意味が分かんない、いやいや、どういうことよ、どういうこと、万引きの見本見せて、万引きじゃないよ、窃盗だよ、完全だから、びっくりしましたね、びっくりするね、びっくりしました、霊柩車を、うん、どんな感覚、その六甲山の話なんですけどね、六甲山の話どうした、はい、どうした、もう実家にも来るんですよ、僕と和田の実家にも、うん、あのヤンキーが、うん、あの遊ぼうぜって、怖い、これでも辛いから、うん、いろんな家泊まり歩いてたんですね、あ、逃げて、はい、うん、ほんで和田とあの夜中にコンビニ行こうっつって、うん、コンビニ行ったらコンビニの前にヤンキー車2台あるんですよ、あ、やばいじゃん、その人たちだったんですよ、うん、お前俺らから逃げまくりやがって言って、うんうんうん、和田と僕別々に乗せられて、うん、ちょっとついてこい、お前らもう許さへんっつって、うん、僕18歳の時六甲山、兵庫県で六甲山、はい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 、山奥ずっと上がっていくんですよ、あきらきらんとこだよ、ああ僕の人生これで終わったな思ったんですよ、18歳で殺されんじゃねえか、ほら、レイスポットで、ある団体がちょっとあんまり集団自殺したって言われてるレイスポットがあるんですよ、そこ連れて行かれまして、これその人はあの建築現場の仕事をしてるんで、トランクからあのスコップとか、これで真夏、あの掘れって言うんですよ、怖っ、はい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 、ずっと1時間ぐらい、これ変わらないお前掘れって掘んねんみたいな、で僕全部埋められると思ってたんですよ、ただ首まで埋められて、で凝固剤の首の周りにグーかけられて、これ板でガチガチにトンカチで釘で完全に出られまして、これ次和田が泣いてるんですよ、次和田が埋められるやん思ったら、お和田行くぞっつって和田連れて帰っていくんですよ、いや俺一人かいっつって俺ピンかいっつってピンとかじゃないんだよ、帰っていったんです2台、ちょっとしばらくしたらもう1台また上がってきたんですよ、あ、結局、ドッキリかなって、ドッキリはお前ビビったかっていうやつか、ドッキリほんで、ヤンキーのカップルなんですよ、二人組で、で、女の方が懐中電灯持ってて、肝試しに来たカップルなんですよ、別のヤンキーの、はい、ほんで、僕は、すいません、すいませんって言ったら、女の方が、なんか今、声せえへんかって言ったら、ほんで、男のヤンキーの方が、お前幽霊なんか出るわけないやろお前、ああ、そんなもん脅かすなやつってさて僕はすいませんっつったら二人とも動き止まったんですよ、止まるね、こうやって女のヤンキーが僕に懐中電灯ピタッと当てたんですよ、ああほらあの生首の霊やもんね、ああ、いやー忙しい待ってくれーって待ってくれーってうわー降りてて僕ワンチャンス逃しましたねちゃんそんなシャレたもんじゃねえだろ、そっからワンチャンス、4歳の女の子の声がね、もう、ま、真夜中やぶかで髪を、お姉ちゃん何してるの、怖え気持ちになるって、クリスチャンなんでもう知ったこと聖霊さん、はい、
大城アントニウス文明って言うんですけど本当なんですよこれ、はいはい、一言せいでたら見られてたほんだら太陽の日が太陽の日が昇ってきたんですよ太陽の日が、はい、ほんで女の子の声消えたんですよで僕脱水症状しのぶって助けてくれーっつったんですよ山彦って言うんですかね帰ってくるっす助けてくれーっほんで僕あれって思ったんですよこれちょっとちゃうな思ってそうだよねわだーっつったら、大城ーって、わだ、向こうの山で埋められた。よくできた話です。いや、それで山の管理人っていう人が軽トラで来て、見つけてもらった。バールで取って、うん、で、お前もより水飲ましてくれて、うん、あなたは命の恩人ですっつって、うん、で、もう下まで送ったるからっつって、うん、で、頼むれっつって、土払って、うん、助手席乗って、うん、本当にありがとうございます。ほんまな、お前何があったんや、って、うん。あの、すいません、一つよろしいでしょうかっつって、うん、どないしたんや、つって、うん。あの、もう一人埋められてるやつがいましたっつって、また上上がって。で、助けてもらった。助けて、もう、本当に。はい。はい、すみません、長なりましたよ。いやいや、すごい。はい、ということで、これで3組終了しました。ちょっとハチハチ喋ってね。町浦ピンク、はい、シャンド、俺にしようチャンス、大城。この3組の中で面白いと思ったら、1組に投票しました。いや、ただ、すみません。ちょっと、うるさい。触ったんで。爆笑問題ガーボーイ。さあ、ということで、長野くん、はい、長野くん、今日はね、はい、ボケが10個入った手紙もやりたいと思います。例のやつです。例のやつです。はいはい、覚えてます覚えてます投票中だからね。わかりました、わかりました。皆さん、あとだから。急ぎ目でいきます。ラジオネーム、それはちょっと。はい。太田さん、うーちゃんがゲストの第三の男、こんばんは。何なんだ恋に悩む男から長野さんへボケが10個入った手紙です。恋に悩む男、うん。はい。長野さん、こんばんは。こんばんは。僕は20代学生です。はい。はい。この度は、長野さんに相談したいことがあり、お手紙と、封筒いっぱいのカッターを差し上げるつもりです。おかしなこと言うな、お前。はい、それにしても、今年ももう8月も後半ですよね。はい。そうですね。だってそうですね。はい。8月後半。たく。うん時が座るのは早いですよね。そうですね。え、そうですね。なんすか、なんすか。そうですね。はい、相談言えよ。相談。長野、長野。長野。はい。呼び捨てかい。うん。長野さんは夏らしいことなんかしましたか。してない。僕は今度花火町大会に行く予定です。花火町え？花火町大会？ないよそんな大会。ない、ない。コロコロコミックの企画とかない。何花火町大会って分かんない。分かんない。本当分かんない。田舎だったから。東京とかあるんですかそれ。知らん。知らん。本当に知らん。花火町大会って何それも前から気になってた女性との、なので、今からドキドキしてますよ。うん、僕は実はこの年まで、女性との玄米体験がありません。玄米玄米経験があります。玄米経験って何ですかそれ。東京の言葉ですか玄米体制ってありましたね昔ね。カドカー映画で。理解してないのに面白いって言ってましたね。あ、みんなが褒めた体制。石の森ね。あ、そうです、そうです。しかし、このままではいけないと。はい。一年勃起。一年勃起。ああ。一年勃起だ。俺なんで42年勃起しますけどね。元気なんですけどね。相手がいないっていう、ね。はい。前から気になってたバイト先の女性を勇気を出して誘ってみたんです。うん。するとその結果は、あっと驚くのうち頃。は？何が面白いの？全然面白くねえよ。マジで面白くなくないですか？あっと驚く、野口五郎って。ツッコミ、ツッコミ。あ、ツッコミか。全然面白くねえ。全然面白くない。よくそれをラジオで送ろうと思って。あっと驚く、野口五郎。とんでもねえな。方形の返事をもらいました。なんだよ、夜考えたのか、これ。飲んでんのかよ、こいつ。全然面白くない。でも今まで女性と無縁の生活を送ってきた僕には、どんな風に振る舞ったらいいのか、まるでわかりません。デート中、持ちついて話すにはどうしたらいいですか？持ちついて今、
え、滑舌悪いんですか太田さん。え、落ち着いて話すにあって。落ち着いてないから。そうだよ。だからそうですよ。落ち着いて落ち着いて。何が面白い。いや、じゃあ面白いかどうかいいか。絶対のセンスがないで面白いかどうかは、とりあえず置いてあげてくれ。甘やかされたよ、こいつなんか。ラジオでこういう、使われるから。面白くなきゃ突っ込んでくんないのね。科学職人気取りですよ、センスのかけらもねえよ、俺。なぜ僕は女の人の前だと緊張で上がってしまいますよ。うん。はい。え、だって別に普通ですよね。うん、僕の好きな女の人も、生理が上がってるらしいんで、二人で上げ上げて。言うな、そんな失礼なこと、ほんと。生理が上がると、女性に対して。バカしてんのか、ほんと。生理が上がると。みっともねえな、こ、うん。長野さん。はい。ぜひ、僕の恋愛相談と股間に乗ってください。もうつまんねえよ、お前。古くせえわ、もう。もう昔だったら笑ったわ、こういうの。なんか笑うことで尖ってる感じ出したかったからもう俺子供に受け出したから笑えねえよ、これ。昔だったら笑っただろう、こういうのは。下ネタとかで。長野さん。こも突っ込まないんだよね。突っ込んでください。突っ込んでさ。面白いとか、面白くないわ。とりあえず、どっちでもいいので。どっちでもいいんすか？はい、つまんなくても何でも、とりあえず突っ込んでほしかったんですけど。あ、そうですか、ね。ほとんどが、つまんねえ。つまんねえ。全然面白くないよって。許せなかったんですよ。なんか、生理とか笑いにするでしょ、こいつなんか。こいつなんか思想が出ちゃったんですか？あの、思想努力、野口五郎はどうですか、あと驚くの。つまんないっすよ。いや、つまんないですけど、はい、あと驚く郷ひろみだと。その、野口五郎って言われた後、太田さんに言われたら、くすっと今しちゃいましたけど。あと驚くの、郷ひろみ。森政、森政。森政が面白い。森政が面白い。野口五郎つまんないなぁ。あと驚く。タメ五郎って繋がってるかなぁ。そういうことだよな。うん、つまんなかった。それをなんで言わないっすか。タメ五郎だよ野口じゃねえだろって言ってくれりゃ、一個やっぱピンポンってなったんですけどね。あ、そっか。すいません、すいません。また今度、それを。リベンジ。恥ずかしかったのもあるんだよなぁ。何が一緒に滑る感じになる。なんか分かりますよ。なんか、こいつと、なんかね、共鳴し合ってる感じが嫌だった。俺はこいつのセンス嫌だよっていうのが、なんか。だってこれね、家部屋でやってるわけじゃないですもん、これ。全国で聞いてる中でね。まさかの0点ですね。0点。すいません、すいません。狙ったわけじゃなくて、すいません。ね、狙ったわけじゃん。はい。それでは、夏の地下芸人祭り、結果発表でございます。お驚きの結果出ましたよ。はい。え、野口五郎。野口五郎。1位。あと驚く。第1位は。はい。野口五郎。来たー、野口五郎出てない。野口五郎出てない。野口五郎じゃん。上沼縁子。上沼縁子。縁子じゃ、恵美子だけど、ちゃんと発表してください。わかりました。わかりました。素直ですね。びっくりしちゃってます、素直すぎて。夏の地下芸人祭り、第1位は、裏町ピンク！町浦です。なんと、295票 !5 票 !5 票!5 票かわいい。295票。やった！ 5 票。嬉しいです。嬉しいです。嬉しいです。おめでとうございます。この深夜でなかなか295票。すごいですね。すごいです。どうする？順位発表する？順位。じゃあ、そのまま行く？第2位。2位。チャンス大城。あら、ちょっと待って、もうすいません、もうちょっとね。僅差です。僅差262票。あら、すごい !262 の方。ねえ。あ、すごい。ちょっとね、ちょっと去年に続いて。はい。惜しい結果になる。ああ、もう、まあ、ね、ちょっとね、もう、なんかこう、いらんことも言い過ぎたんで、ちょっともうちょっときちっと。はい。ありがとうございます。何がめっちゃいいよ。真摯に受け止めていいよ。きちっとしたしょうがないよ。きちっとした。全然面白い魅力もない。そして、残念ながら、まあ、3位ですけども、はいはいはい、白木が、191票だ。じゃあ、結構、割れてます、はい。割れてましたね。いやー、ありがとうございます。票入っててよかったです、でも。ねえ、はい、見事ですよ。ねえ、見事。地下芸人の人、リアクション普通なんですよ。普通です。ここはボケないんですよ、さっきとも。やめてください、ほんと。真摯な答えを。ついにね、思ってること出ちゃって。素直なんだよ。家で、雛形あきこが、
メロンの皮かぶって待ってるんで早く帰るな。嘘しか言わない。はい、ちなんでメロンの皮がなかなか出なかったの。ね、はい、ね、どうですか、はい、ね、町浦ピンクさん、これ、なんかきっかけになりますか。町浦ピンク、これでブレイク、ね、去年は雷が、そうでしょ、そう、一番だから、はい。そうでしょ、いや、このままで、本当に、まあ、とりあえずもう、アマチュアのホームレスに勝ったんで、アマチュアのホームレスに。このままもう、はい、もうちょっと攻めて攻めて、おぉ、あ、ちょっと R1 グランプリ。R1、ね、はい、うんうん、そうですよ、あの、去年、あの、ずっと2回戦落ちだったんですけど、準々決勝まで行った。じゃあ、これありますよ。決勝にあるよ、決勝ある。こっからマジで。うん、最低限でも3回戦は突破して、いやいやいや、決勝行きましょう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 、だからもう、だから本当にあの朝岡さんみたいにさ、今までの芸能、ね、はい、芸能の歴史をさ、はい、全部ひっくり返す勢いでさ、いや、はい、実際にやってほしい、だって朝岡ゆきじがやってんだ、すいません、なんとここでですね、地下アーティストの方が、地下アーティスト、地下アーティスト、地下アーティスト、あらー、地下アーティスト、イクラちゃん、はい、イクラちゃん来ました、登場、すごい、はい、地下アーティスト、地下潜って20年、20年、20年潜って20年、やっと復活、ちょっと長めのセミみたいな感じ、セミ長め、テレビのトーク死んじゃう、1週間死んじゃう、テレビのトークですね、テレビの、さっきからここにいたように、知らない、知らない、いや、僕存在は知ってますけど、知ってます、はい、もちろん、いくらちゃん、あの8月 TBS ラジオ今月の歌、すごいですね、そうそう、おー、そうなんですよ、ありがたいことにね、そしてなんとこの後、はい、パイン、お、そう、朝5時まで、そういい感じですね、いくらちゃんが出るような番組じゃないもうね、なんか俺いいのかなと思って、ね、大丈夫なのかなって、ね、で、あのうちの後輩を3文字4文字グイグイ行くけど大丈夫なのかな、言っちゃってくださいよ、微妙なトーク、あの、ね、小森屋徹っていうのがね、あの大学の後輩で、そうなの、そうなの、一緒に遊んでたやつがたまたま、あいつもやりちんだったから、ね、よかったじゃん、同じ匂い、同じ匂いで、同じやりちんなんですよ、ね、はい、ございまして、この後すぐ小森屋徹がやるファインね、いくらちゃんゲストということで、そちらのも聞いてください、よろしくお願いします、それから地下芸人皆さん、どうもありがとうございました、ありがとうございました、長野くんもありがとうございました、ありがとうございました、また来年第3回ね、戸塚博士です、はい、戸塚博士、余計なこと言われてます、はい、戸塚さん、明日は、明日は水曜ジャンク、なんとか、なんとかじゃねえ、山里なんとかの不毛なわけなんです、なんとかじゃねえよ、お前いい加減もう放送やめちまえバカ野郎はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、最高、神回